特撮チャンネル。どうも、ぬえててです。どうも、マリサだぜ。今回は時間を操ることができる平成ライダーを厳選して5人紹介したいと思います。時間に干渉できるっていうのはそれだけで強いよな。そうなんですよね。誰もが平等なわずの時間という概念に影響を及ぼすこと自体が、それだけでチートと言ってもいいかもしれません。どんなライダーが出てくるのかワクワクするぜ。まず一人目に紹介するのは、仮面ライダー勇気に登場する仮面ライダーオーディンです。金ピカに光ってて強そうだぜ。この仮面ライダーは、劇中で13人登場するライダーの中でいわゆるラスボス的なポジションのライダーです。へえ、ラスボスなのか。誰が変身してるんだ。その辺の一般人です。ラスボスなのにか。なんでなんだぜ。主犯格はライダーシステムを作った神崎史郎という人物なのですが、本人が直接変身すると色々と不都合が生じるので、一般人を催眠術で操り、オーディンとしての役割を果たしてもらっています。そんな便利な催眠術をかけられる時点で、神崎史郎は割とチートよりな存在だと思うぜ。そんなオーディンが時を操る手段は、タイムベント。このカードを使用することで、時間を思いのままに操ることができます。思いのままにだと、時を巻き戻したり進めたりできるのか。劇中では主に時間を逆行させる能力のみ使用していましたね。神崎史郎は自分の望む方向へライダーバトルを進めるため、何度も時間を巻き戻して主人公たちを戦わせていました。何度も繰り返すことで、結果が変わっていったのかな。ちょっとした小さな出来事も、未来へ大きな変化をもたらすことがありますからね。続いて紹介するのは、仮面ライダーカブトハイパーフォームです。名前からしてカブトが強化された感じがするな。仮面ライダーカブトという作品においては、敵も味方も全員クロックアップと呼ばれる能力を使用し、全身を駆け巡る滝音粒子により、時間流を自在に活動できます。つまりどういうことだぜ。例を挙げるなら、一般人たちがまるで止まっているかのように見えるような、時の流れが速い時間軸の中で敵味方問わずに戦っているんですよ。超高速戦闘をしているのか。そのような描写も見受けられますが、どちらかというと別の時間軸へ移っているという感じですね。クロックアップしている者同士なら会話が成立したりしてますから。本人たち自体が超高速で動いてたら、音も置き去りになって会話にならないからな。さて、本題のハイパーカブトなんですが、このライダーが使用するのはさらに上を行くハイパークロックアップです。つまりクロックアップしている連中よりさらに速い時間軸に行くってことか。そうですね。だいたいクロックアップしている人とそうでない人との時間軸の差と同じくらいの差があります。クロックアップしている相手よりさらに優位に立てるってことだな。そしてその時間軸を操作する能力が強くなった結果、時間軸そのものの移動が可能になりました。時間軸そのものの移動。つまり過去や未来に向かってタイムワープができます。何?タイムトラベルができるのか?はい、単身でのタイムトラベルが可能なほか、巨大な隕石ごと過去に飛ぶことも可能です。自分だけじゃなくて他のものもタイムトラベルに巻き込めるのか。本編中では初登場時にこの能力を使用して、爆死した味方のライダーの運命を変え生存させることに成功しています。なるほど、超強敵の攻撃でやられた仲間を、時間を巻き戻して救ったんだな。だいたいそんな感じですね。なんでちょっと言葉に詰まってるんだぜ。続いて紹介するのは、仮面ライダーオーズより、スーパータトバコンボです。めっちゃカラフルな見た目をしてるぜ。こちらは基本形態であるタトバコンボの強化フォームで、映画にて登場しました。基本形態と同じ色合いだけど、黒のベースカラーがなくなってるんだな。持っている能力は時間停止能力で、相手も同じ能力を持っている場合はそれを無効にできます。完全に時間を止めるタイプのライダーは初めて出てきたな。先に紹介した二人は、だいたい時間を巻き戻して過去へ飛んでますからね。相手が時間停止をしてくる場合はその有利を消せるし、そうじゃない場合は一方的に時間を止めて戦えるのは強いぜ。しかも劇中の描写を見る限り、この能力の発動に特に発動条件がないんですよね。
意識してなくても相手の時間停止に対抗することができるのか。さらに言えば、スーパータトバに変身してからは共闘しているライダーも相手の時間停止の影響を受けなくなっているので、味方にもその恩恵を与えることができるみたいなんですよね。時間停止中でも孤独に戦うんじゃなくて、仲間と一緒に戦えるなんて心強いんだぜ。続いて紹介するのは、仮面ライダーエグゼイドに登場する、仮面ライダークロノスです。黒と緑のコントラストがかっこいいぜ。こちらはゲームエリアという特殊な空間内だけなのですが、自分以外の全ての時間を止めるポーズという特殊スキルを持っています。今度も時間停止系か。発動の際はベルトの A ボタンと B ボタンを同時押しする必要がありますが、一度発動してしまえば誰かがサイドボタンを押すまで時間は止まり続けます。って言っても本人以外は押せないんじゃないか。普通ならそうなんですが、主人公たちに立ちはだかるラスボスという都合上、いろんな抜け道を使われてポーズを攻略されましたね。時間を止めてくる相手に対して立ち向かえること自体すごいことだぜ。ただしクロノスに変身するダンマサムネにはもう一つ能力があり、それがゲームの時間を巻き戻すリセットです。ゲームの時間を巻き戻す、過去へのタイムトラベルじゃないってことか。はい、クロノスの場合は本人が過去に戻るわけではなく、ゲームの進行状況のみがある特定のポイントまで戻りますね。ゲームの進行状況っていうのはどういうことなんだぜ。エグゼイドの世界においては、ラスボスであるクロノスを倒すことがゲームクリア、攻略するということであり、そういう状況に陥らないようにするためのリセットです。例えば、主人公サイドにクロノスのポーズすら通用しない、無敵ゲーマーという最強フォームが誕生したのですが、その変身アイテムの開発状況もなかったことにするといったことが可能です。ポーズの段階で割とインチキ臭いけど、さらにそれには追かけてインチキだな。仮面ライダーエグゼイドの終盤はこういうインチキ合戦をお互いにやってたので、まあそうしないと時間停止や巻き戻しには対抗できないだろうから、仕方ないぜ。続いて紹介するのは、仮面ライダージオウに登場するジオウのパワーアップフォーム各種です。いや紹介の仕方が雑だぜ。ジオウはモチーフが時計そのものですので、全員時間に関係した能力があるんですよね。正確にはジオウ2、グランドジオウ、オーマジオウ、ジオウオーマフォームの4形態が該当します。いや十二分に多いぜ。まずはジオウ2。こちらは未来予知能力と時間素行能力、さらに局所的な時間停止をすることができます。え、最初からすでに能力が多すぎるんじゃないか。ジオウ2はいわゆる中間フォームでありながら、小説版では最終決戦で使用されたりですとか、何かと優遇されているんですよね。ジオウ2の時点でそこまでできるなら、他の強化フォームはプラスアルファで何ができるんだぜ。グランドジオウは各ライダーの技や武器を自在に利用し、時間操作を用いた多彩な攻撃を繰り出せます。また、全身のライダーレリーフから各ライダーの記録、ライダーズレコードを起動させて、彼らを呼び出して共闘することもできますね。なるほど、グランドジオウは各平成ライダーてんこ盛りフォームなんだな。オーマジオウは複数の平行世界を含む時空の破壊、または創造が可能です。そいつ本当に人一人が変身する仮面ライダーか。全ライダーの力を受け継ぎ、時空を超え、過去と未来を知ろ示す時の王者ですからね。そのオーマジオウの力を受け継いだのがオーマフォームであり、こちらは局地的な時間停止で相手の動きを止めたり、急激な時間加速で相手をボロボロに崩壊させたりすることが可能です。それもオーマジオウなら当たり前にできちゃうんだろうな。多分できる技ですね。今回の動画の王者はジオウで決まりだぜ。おそらく視聴者さん的にも時間に関するライダーというお題の時点で、ジオウが優勝するのは分かりきってたことなんじゃないかなと思います。でもあれだな、オーマジオウとオーマジオウの力を引き継いだオーマフォームはどっちが強いんだろうな。こっちの方が強いよ、と思われる方は、コメントで教えてくださると嬉しいです。ちなみに本編中では使われませんでしたが、仮面ライダーブレイドもタイムスカラベというカードを使うことで、時間を停止させることができます。時間停止系の能力はうまく扱わないと、全部それ使えばいいじゃんってなるから難しいところだよな。
また、仮面ライダー電王という作品では時の列車電ライナーが登場しており、それに乗ることで過去へ行くことができます。こうしてみると、基本的に主役かラスボスが時間に関する能力やアイテムを持ってるんだな。時間に関する能力は、それだけ特別な行為なんだと思いますね。さて今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。Twitter のフォローもぜひ。皆様のご声援が励みになります。それではまた次回。